てください。しっかり結構テレビとか出るんですよ。当たり前にあると思うのが何もな不思議なもんです。あ、すいません、ミスター。さあ、よし、はい、ということでやってきましたよ、伊勢奥津駅。今日ね、すいません、私まさかって最初案内してましたけど、津市なんですね。三杉なんですね、この辺りは。旧三杉町ってことで、あ、なるほどなるほど、じゃあ津になるわということなんですけどね。まあ奥津っていうのは奥の津って書いてるのは奥津ですしね。まあこれは、まあ、考えてみたら読みにくいちゃ読みにくいか。あ、ちょうどいいぐらいです。いやいや青空もあって雨は当たらんけど直射日光当たらないというね、ちょうどいいじゃないですか。これからのね旅を見ていくには伊勢奥津駅ってこと、こんな感じで、ね、出てます。まあこれがこの後まさか雪に変わるはずなんですけど、いやー、まあ、目につくのはこれですね。スタッフって書いてありますね。まさにスタッフ閉塞で走りますよっていうね。ですから出発信号なんもないですもんね。本当びっくりですね。あ、で、そうだ、今回の旅はね、そうそう、今回はね、あれですからね、なんて言ったってターミナルがね、うちの本題ですから。ということで、ここですね、本当はね、これ、名所線って名前からはね、松坂と名張をつなぐってことでね、本当はこの先ずっと名張まで伸びていく予定だったらしいんですけど、残念ながらその夢は叶わず、ここで切れてしまってますけど、ターミナルってことでね。ちょっと面白い形ですね。あそこに、普通やったら手前のところにあのね、バッテンマークで、ね、書いてあるもんですけど、手前のところに来てるんですね。で、これね、給水車の跡なのかな？これ降りて見れるのかな？ね、ちょっと面白そうなもん立ってますね。へぇー。乗ってはったんですね。あ、ちなみにこれね、ここのね、伊勢奥津って書いてあるここですね。ちなみにこの切符ね、紀伊長島までなんですね。熊野とかっていうの方は来ないんですね。同じ JR 東海の管内でも。なんかしら、紀伊長島切りって多いですよね。企画乗車券。それとか、これですよね。ちょっと角度はあれですけど。ね、さあ。ということで、さあ、スタッフの案内を見て、ようこそ、三杉町ってことでね。まあ、もともとね、市町村合併でね、三杉町がこの津市に入っていったって形ですからね。さあ、やってきました。伊勢奥津駅ってことでね。いや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 。結構ね、趣のある駅で。まあね、で、一応、朝一の電車はこれか。8時56分。5時56分なんて時間が当たるんだ。で、伊勢駅、伊勢駅。こっちは朝2つ家行きで、最後は終電は18時58分で断っちゃうんですよね。違う、まあ言うとね、ここからもう真っ逆まで860円って。なるほどな。結構歴史、あ、やっぱそうですね。やはり給水車なんでしょうね。蒸気機関車の客車で引いてるね、やつとかあるってことは。へぇー。非常に必要法。なんだろう、排気コースにもなってますからね。へぇー。今度これね、今ここから出駅まで結構歩いたらかかるかな。当時の古いやつとかいろいろ乗ってますね。ボンネットバスかこれ、三重交通なんでね、まあ、見慣れた三重交通ではあるんですけど面白いですね。戦前の沖田の風景で、ちなみにちょうど移動とありますけど、まあ本当にびっくりするくらい言いで始まる駅名よくですよね、考えてみたらね。まさか上野省権現前はあれとして伊勢八田一市、伊勢木伊勢大伊伊勢川ってここなんか全部言いで始まりますもんね。で伊駅伊勢高原伊勢鎌倉伊勢八千で伊勢沖津ね、と、まあ半分以上1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、17分の10だから半分以上ですね。そう、じゃあお茶かな。じゃあこんな感じでね、あのスタンプもねありますからね。へえ、そうなんだ。なんか
ね、スタンプのやつもあったらね、押しとくのも、ですね、伊勢の喫煙機。ミスギには綺麗な川があるんだよ。あ、五七五になってんな。で、これが伊勢の喫煙機ですね。よいしょ。まあ観光名所なんかもね書いてありますけどね、御滝の桜とかね、いろいろと書いてありますね。北畠神社なんてあるんですね。東へ 5.7 キロちょっとありますけどね、北畠宇治館と、これってあれかな、あのね、戦後あの平安武将の北畠商いとかってね、いますよね、そのあたりのゆかりのあれなのかな。あの伊勢ってあるんですよね、あの四日市にもねあるんですよね。そう実は同級生がね、そう、あの北畠家のね、あの子孫っていう子がねいましたからね、あそういうようなありますからね。ちなみに、あでもこの辺りだいぶ赤壁系とかそういうの増えてますね。この名勝線というと、これがね、一つのね、転換点というかね、話題になったところでいうと、この祝全線復旧ってやってますよね。名勝線、2016年だったらもう4年経つんですね。真っ逆から伊勢を切つというふうになってます。要は、ここら辺、まあね、先も走ってきてね、わかりますけど、もうとにかくね、山の中をこうずっと塗ってるわけで、で、土砂災害とかがね、やっぱ起こるとね、普通になると、特にね、一回ね、大きな土砂災害があって、それでずっとしばらくね、普通だったんですよね。伊勢駅から先が普通になってたんだったかな。ちょっとすいません、詳細忘れちゃいましたけど。で、そのまま廃線になるのかなと思ってたんですけど、ここは、その後ね、復旧工事をやって、で、まあ、こういうふうにしてね、無事伊勢沖までをまた、まあ、本来は長丸までだったんですけど、まあ、それはね、もうかなわぬということで、というふうにして、まあ、なんやかんや言って、結局伊勢沖までの、再開ができたと。まあ、それもあってね、一度こう、駅舎とかもね、きれいに作り、ね、なってたりとか、いうふうになってます。で、これがまた、町おこしのね、一つのね、きっかけにしようという感じになってるわけなんですよね。ここが辻の八幡出張所ってなんですよね。出張所を兼ねてるんですね。市民センター兼ねてるんですね。あ、そうだ。ポストを探さなかね、私ね、郵便物出さないといけないんだった。ちなみに、9時に出るってなってたんで、30分ぐらいで折り返すのかな。もうあれだったらもう1本見送ってね、やっててもいいかなと思います。まあせっかくなんでもうちょっと駅前を見ていきます。あ、トイレこっちにあるんですね。高架にある、助かりますね。で、あ、弁当売ってんだ。まだ、さすがにこの時間からは売ってないかな。あ、でも開館午前9時、あれもう9時になってんじゃね。あ、営業中ってなってるな。せっかくだからちょっとね、お弁当かなんか買ってきましょうか。おきついやろ、おきつい宿か。ちょっとお手先に帰っていこう。さあ、ということで買ってきました。観光案内所のひだまりさんということでね、なんか大きそうなね、竹の子弁当とかね、 あったんでね、買ってみました。さあ、まあどっかでね、ちょっと時間を見て食べようじゃないかと思っております。まあ結構腹減ってるんで、もうすぐ食ってもいいんですけどね。